はい、どうも皆さんこんにちは、のしーです。さて今回は魚とイカが取れるトラップを作っていきたいと思います。海や川の上にねトラップを作れば魚とイカが取れるので、今回はね川の上でこのトラップを作りました。海面からここね47ブロックぐらいのところだね。なぜ47かというと、バージョン 1.16.2 からその半径44超えるモブがねデスポーンするというルールが追加されたので、47で、ちょっと余裕を見てね、47でここ作ってます。脇層の部分ですね。この水面のところがちょうど47です。ここから、25ブロック上ですねに待機場を作って、でここの待機場で、しばらく放置してると、水面を見ているとイカちゃんがね時々湧くという感じです。イカは大量に湧くわけではないんですが、イルカがねいない分イカがちょっとだけなんか湧くようなイメージですね。イルカとイカっていうのは海の、ね、方でトラップ作った場合、イルカがスポーンした時にイカがスポーンしないという状況が起きるんだけど、この川の上だとイルカさんがね全く湧かないので、イカに集中して、あ、いい感じでイカが出ましたね。こんな感じでイカがねちゃんと出てくれるという感じになるので、今回はこの川の上でトラップの作成を試みたいと思います。で、20分ぐらい放置して、その結果がですね目の前のチェストの中に入ってます。はい、チェストの中に入ってるもの見てください。鮭がねいっぱい入ってるんだけど、墨袋もねそこそこ取れてるといったような状況でした。で、この時はねもう本当にイカがねものすごいラッシュ的にたくさん来てたので、これはとんでもないことになるなと思って、でもたまたまかなと思って、一応あちらの方にもね川の上なんですけどね、あそこも作ってみたんだけど、あちらの方はねそれほど出てこなかったんですよね。一応見ていきたいと思うんだけど、ここはねちょっと水面から100ブロックぐらいかな離したところだね。42墨袋ね。で魚も61とあんまり多くなかったんだよね。だから、なかなかね一概に全てこの数字で取れますっていうわけではないんだけど、墨袋とねあと魚さん取れますので、こんな感じのトラップを今回ご紹介していきたいと思います。ちなみにですが、氷の上にもね氷の海かの上にもねこんな感じのトラップ全く同じ構造のものを作ったんだけど、あまりここも芳しくなかったですね結果的には。結果を見てみますと、これも10分放置なんですが32個なんですよね墨袋。でも魚はたくさんいるから食い物には困らないかなと思います。あっちは高さ60で作ってる。いろいろね海の真ん中にも作ったりとかしたんだけど、結果的に今回あっちの川で作ったトラップが一番なんかイカがいっぱい出てきた。で続いてこの凍った海だね、イルカがいない分たくさんイカさんが出現する確率が良いという感じじゃないかなと思います。ご覧の通りたくさんのね今回材料を使います。なので細かい数字は入れてないんですが、使った材料はこちらになりますね。チェストにホッパー、あとガラスにレッドストーン松明に、レッドストーンコンパレーターにレッドストーンダスト、あとレバーにパワードレールだけ、加速レールだね、あとレールとホッパー付きトロッコ、レッドストーンブロックに石ですね、あとは、マグマブロック、水バケツ、水を大量に使うのでね、水源が無限水源があるといいでしょう。あとは、待機場までの足場とか、あとは上までね水面から上に上がるまでの足場があるといいかなと思います。はい、それでは先ほどご覧いただいた素材を使ってここの川の部分にねトラップを作っていきたいと思います。ちょうどイカさんが見えてるね。じゃあやってみましょう。まずは、そうだね、水の水面までブロックを立ち上げて、こっから45ブロック上に上がっていきたいと思います。なので今63だから45だから108か、108まで上げます。よし、これが45ブロック上ですね。で、ここからですね、作っていきたいと思うんですが、まずは、ここにですね、中継地点的なものを作っていきたいと思います。4×8 のサイズの中継地点みたいなのを作りました。で、トラップを作りたいのはあちら側だから、ここから1、2、3、4つ目ぐらいにブロックを置いて、
チェストをですね、ここに置きましょう。で、その後ろ側にホッパーを接続して、コンパレーターをこのホッパーの横に接続して、ブロックを設置します。で、その手前にレバーを設置しますね。で、後ろ側に回りまして、レッドストーントーチをこちら側に設置します。で、ブロックをこのレッドストーントーチの上に向けて設置して、こんな感じで上に上げます。で、コンパレーターのこちら側ですね、手前にブロックを設置して、この上にレッドストーンダスを設置しましょう。で、コンパレーターの上に滑らかな石を設置して、これで一応、ホッパー回収システム的なところは OK ですね。ホッパー付きトロッコがね、このホッパーの上に乗ると、チェストの方に物がね、入ってくるんだけど、物を全部積み下ろしするまで、ここでずっと止まってくれるというようなものですね。で、加速レールをスニークしながらホッパーの上に置いてきます。そうしましたら、続きまして、レールをここに置いて、ここから向こう側に向けて、ブロックを設置していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、14ですね。で、今度は向こう側に向けて17個。4、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17と。やりまして、あとはここを正方形にブロックを敷く感じですね。おお、少しくなのでクリエイティブだからね、こっちを心配なくやっていくんだけど、あら、これで17個なってるよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17ですね。で、この中を全部ブロックで埋めていきます。超一個一個やるのが大変なので、よっと OK ですかね。はい、こんな感じでブロックをね、17×17 の正方形で敷き詰めます。で、続きまして、ここから8個目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょうど真ん中あたりかな。まあ、17、17だから、こっちで8か9、どちらでもいいんですが、ここにレッドストーンブロックをあちら側に向けて設置していきます。なので最初に、最初にですね、ここを穴開けていきましょう。こんな感じですね。で、こっち側からレッドストーンブロックをこんな感じで設置していきましょう。まあ、レールを引くからね、どうしてもレールのスピードが落ちないように、レッドストーンブロックを使ってるという感じですね。で、ここからレールを置いて、で、レッドストーンブロックの上は加速レールを置きましょう。で、あとはこんな感じで、ぐるーっと、ね、こっからあちら側に向かって、レールと加速レールを引いていくという感じですね。こんな感じで。ここのね、レールを敷き詰めて、この最後の部分は加速レールで止めて、こちら側にブロックをね、こんな感じで設置して、後ろ側にレバーを設置しましょう。で、今オフの状態だけど、これをオンにして、おい、これをつけておくという感じですね。で、あとはここにホッパー付きトロッコを流せば、回収するところはもう完了ですね。で、続きまして、マグマブロックを手に取って、まあ、水も使うんだけどね。あとはガラスも用意しておこうと。で、ここからですね、マグマブロックですね。1個レールがあるところの隣から、マグマブロックをこんな感じで置いてきます。落ちないようにね、高いところでの作業だから。下が水だったらいいんだけど、あと残り2辺をマグマブロックで囲っていきましょう。はい。で、あと中ね、マグマブロックで埋めていきましょう。コマンドで一気にやりたいと思います。
はい、まあ、こんな感じになりますね。 17×17 のマグマブロックを敷き詰めているというような感じですね。で、ガラスブロックを手にして今度はこうのような感じにして、あとはこのガラスブロックの枠の大きさでまた四方を囲んでいくという感じです。よし、そうするとこんな感じにガラスブロックで4辺を囲んだ感じですね。だからここから見ると 19×19 なのかな、最大は。内側のマグマブロックは 17×17 ですね。それでは続きまして、マグマブロックの上に水バケツで水を流し込んでいきましょう。これで全面に水源が満たされて、マグマブロックによる効果のこの泡が出始めます。はい、で続きましてですね、ホッパー付きトロッコをちょっと走らせておきましょうか。ここに置いて、こうですね。で、上の水槽に上がるための、水槽っていうのかな、上に上がるための階段をね、こんな感じで作っていきましょう。はい。あとは、この脇槽の水面から25ブロック離れたところに待機するという感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25、ここで25ブロックだね。はい、一番上まで来ましたので一旦降りましょう。待機所の上までね、本来はあの足場で行く予定だったんだけど、石ブロックで作っちゃったから、はしごをつけて一番上まで上がる道を作っておきたいと思います。はい、こんな感じでいいですね。湧きますかね。川は結構作るところが難しいかもしれないね。あの川判定をされていないバイオームの上で作ってしまっているという可能性もなきにしもあらずなんだけど、ちょっと待とうか。なかなか湧かないね。どうなってんだかな。ちょっと下降りてみようか。来る気配わかんないな。ちょっと設定で視野変えとこうかな。なかなか出てこない。あ、来た。あ、この音は見、あー来てるね。お魚さん湧き出したよ。とりあえず今湧き出し始めたので、ちょっと待機所に戻ってまた湧き状況を見てみましょう。はい、じゃあちょっと視野を変更して広くしとこうか。ビデオから40ぐらい。あー、なんか湧いてるな。おお、サケが数匹出てますね。ってことは下にサケがやっぱ泳いでたっていうことか。上の方でサケさんがね、こんな感じでスポーンしてるので、イカもさっき見えたからね、イカさんが出てくれれば万事 OK なんだけど、またサケさんか。イカイカイカみたいな感じで出てきてほしいんだけどな。あ、来た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 。イカさんこんにちは。2匹目ですね。あ、これ 2匹同時スポンだね。サケが3匹。うん、ムラがあるね、やっぱり。上限が、4体か。グループでスポンするらしいんだけどね。イカさんお願い。イカらしく来てください。なんかあそこにあるな。あ、来た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 。イカさん、はい、こんにちは。今回2回目ですね。2体かな、出たのは。とにかくイカがいる場所にやんないとダメだね。イカが出る場所を確認して、それからイカトラップっていうのかな、このトラップを作っていかないと。結構大きい大掛かりなものだから、失敗した時のダメージはでかいよなこれ。あ、来た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 。イカがまた来たよ。1,2、あー分かんない、2匹ぐらい。イカラッシュ来る時イカラッシュなんだけどな、やっぱ偏りがあるよね。イカさんがね、落とす墨袋はあの1個だけじゃないからね、1個から3個ランダムで落とすからね。あ、イカさんイカさん、はい、こんにちはこんにちは。イカさんまた来た。今回も2匹だね。でも川で出てくる多分イカさんは2匹がマックスじゃねえのか。
ビキは2体、1体から4体って書いてあった気がするんだけどな。なかなか出てこない。あ、イカさん、はい、こんにちは。また来た。イカラッシュ来てるね、ちょっと。ちょっとしたイカが、イカ湧きタイム来てるね。仕切り直しで10分ぐらい、もう一度、計測し直してみました。結果は、こちらの通りですね。見てみましょう。あ、結構取れてるね。62、ここそこ取れてるんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回は、魚とイカのトラップを作ってみたという動画でございました。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!